はい、今回またダムにやってきました。もうまたかよって感じですけど、とりあえずね、釣れる時に釣っとかんと。もう言うてる間にね、もう野池もネストに入って、ね、僕ネストの釣りはやらないんで、こういうね、ネストじゃない魚が結構よくいるポイントにこの時期はよく来るんで、そうなるとダムか川になるんですよ。ダムか川ならネストだけじゃなくていろんな魚がいるんで、実際ね、今年はこのダム遅れてて、まだプリっていうバスも釣れてないんで、なんかね、餌を食い始めた冬のバスで、冬にあんまり餌食えてなかったのか、ちょっとコンディションのね、悪いバスがよく釣れるんですけど、もうちょっと経ったらさすがに多分コンディションのいいバスは釣れ始めると思うんで、そういうバスも釣りたいんで、まあこれからちょっとね、多分このダムによく来るようになると思います。で、今回ちょっとね、日が高い時間帯なんで、こういうゴミ玉で打っていこうかなと思います。でね、動画で分かりにくいかもしれないですけど、以前より水がクリアになってるんですよ。なのでクリアになってるということで、ラバージグじゃなくてスモラバで行こうと思います。4ジャップ。はい、細いですけど、で固めないですね。こういうバスは頭悪いんで簡単に釣れてしまうんですよね。ちょっとかわいそうですけど、普通に40は超えてますね、サイズは。はい、一応ね、40ないないやんけってなったらあれなんで、サイズ測っておきます。この時期ね、もう暑いんで、こうやって地面濡らしてあげることが大切です。ちょっとメジャーが張りにくいんですけど、上顎で合ってますよね。上顎で42あります。はい、いきなり釣れましたね。で、40超えてるんですけど、ちょっとコンディションの悪いね、魚でした。やっぱりね、ちょっとコンディション悪いですね、今年は。例年ならもうプリスポーンが釣れるんですけど、今年ね、ちょっと餌食えてない魚が多いのか、全然そういう魚が釣れないですね。まあでも、幸先めちゃくちゃいいんで、ちょっとね、このゴミまだもしかしたらいるかもしれないんで、丁寧に探っていきます。で、水がクリアアップしたことによって、シルエットも下げてね、スモラバにこういう、ゴミみたいなトレーラーつけてます。もう芋グラブみたいなトレーラーを。で、とにかくシルエット小さくして、ゴミにね、入りやすくしてます。なので、こういう、まあ、これ 5.2g なんですけど、5.2g のスモラバでも、こういうね、ゴミに、シェイクして、こうやって、シェイクすれば、まあ、入りました。こうやって入るんですよ。で、そういうね、ちょっと、工夫もやって、ああいう、まあ、なんていうか、コンディションの悪いバスって、やっぱり吸い込み弱いんで、ああいうバスにも吸い込んでもらえるように。で、やっぱり、水がクリアアップすると、ここのダムで、まあまあそんなに釣れてないことはないんで、ラバージグ食ってこないんですよ、なかなか。なのでこういうね、スモラバで打ちました。で、さっき釣ったところ、あえて穴開いてますよね。あえて穴開くと、あの周辺この光量が差してというか、光が差してしまって釣れないんですよ。なのでちょっと離れた位置にアプローチする方がいいです。そうじゃないとね、あそこに入れてしまうと、ちょっと賢い魚がいると釣れてしまうんですよ。やっぱり火当たってるところの魚ってのは賢いんで、なのでこのより影の方にアプローチします。で、多分入りにくいんですよね。だからシェイクして、もうスモラバー揺らさずに OK、 入りました。で、来た、釣れた、でかいでかいでかい、よいしょ、でっか、50アップ来た、50アップスモラバーで抜いてもだ、来ました、50アップ。めっちゃでかいです、これ。はい、かなりでかいですね。顔もでかいし、サイズも長いです。ただやっぱりコンディションが良くないですね。取れてるかな、ちゃんと取れてますね。なので、こうやって離してアプローチすると、やっぱりプレッシャーがかかってないところ、このちょっとの範囲 3.5m、4m ぐらいなんですけど、ああやってね、すぐすんなり釣れたりするんで。いや、しかしちょっと予想外ですね、これは。2投連続、やばい、調子良すぎる。
しかもちょっとスマラバ張り伸びてます。危なかったです。さっきも濡らしたんですけど、もうねこれほんまに多分2分ぐらいしか経ってないんですけど、もう乾いてしまってるんで、やっぱ濡らしてあげて、なるべくねダメージを与えずに、特に魚もね細いんで、ちょっとこっちの方が平らですね。この辺の方が平らなんで、これはね多分50超えてると思います。細いですけど、上を合ってます。上を合ってて50ジャストですね。はい、上をからでね50ジャストあります。50ジャストというか51ぐらいですね、あります。はい、51センチ釣れました。細くてコンディション悪くてね、もうちょっとな、ね、顔でかいんでもうちょっと長く見えたんですけど、いい魚です。良かったです。はい、2頭連続ね釣れたのちょっとミラクルですね。ちょっとゴミが、で2頭連続釣れてね、今先抜き上げたらちょっと針伸びたんで針戻しておきます。で針先もちょっと曲がってますね。針先曲がってる時はこういうのねカバンに忍ばせておくとフックを研げるんで OK かな。 OK です。こういうのね入れておくと便利です。その場でフック交換とかできない、こういうねラバー軸とかスマラバとかはフック研いでまたね尖らせることができるんで、では引き続きねやっていきます。ちなみにさっき1匹目4ジャップ釣った時に結び替えました。で今釣ってまた結び替えました。でねまたここ光させます。でここ光させます。ということは次光させないとこはこの辺なんですけど、この辺すごい浅いんですよ。浅くてこの辺光させるとこ多いんで、ちょっとね微妙かもしれないですね。ただ浅いんで、この浅いとこっていうのは岸際におるだけじゃなくて沖にもいます。なのでちょっとね沖から探っていきます。でこうやってシェイクして、あ動いた、何か、あ鯉か、ちなみに、ラインで見切られないように表層でシェイクしてます。これが一番釣れます。やっぱりねライン見せるとこういうゴミ溜まり下でも食わないように魚がいるんで、そういう魚がねいると一匹釣れてしまうと、このゴミ溜まりの中にいる魚すべて釣れてしまったりするんですよ。なのでそうならないためにもラインは見せずに、結構ねいつも動画では言ってるんですけど、こうゴミがあるとしたらこう飼育する、このぐらいで。だからさっきね食った時多分カメラじゃ映らないんですけど、波紋がちょっと寄ってくるの分かるんですよね。それもまたこの釣りの面白いところなんで、波紋がねふわっと寄ってきて、そっからコンコンって当たるんで、結構こうねほんまにこのぐらいでシェイクします。それでこうマイクロピッチでシェイクしてずっとシェイクします。で当たらなかったら徐々に落としていきます。最初当たらない時ね、こうやって落とすと当たる時もあるんですよ。やっぱりその浮き上がってきてまで食わない魚っていうのはいるんで、ただここのゴミっていうのはすごい浅いんですよ。全体的に浅いんで、もうおそらく表層だけでいいかなって感じです。で、深いところ、ディープに隣接してるところのゴミ溜まりとか、その深いワンドのゴミ溜まりとかっていうのは沈める方が良かったりします。今ちょっと動きましたね。多分濃いですけど一応狙っておきます、ね、また落ちないときはこうやってシェイクして、もうバシャンって入れるよりもやっぱり静かに入れる方が絶対にいいんで。食った、よっしゃ連発や。動いたなと思ったら連発。はい、またこれ40アップですね。ちっちゃく見えるんですけど40超えてますよ。真っ黒ですね。しかも丸のみばっくり。いや調子良すぎるんじゃないですかね今。まあ、昼間でやっぱりねこうやってゴミ溜まりに刺してるっていうのはあるんですけど、ちょっとね調子いいですねこれは。はい、いいバスです。ちょっとこいつかっこいいですね、バスが。やばいぐらい幸先いいですね。実際4頭目かな。3頭連続とはいかなかったですけど、4頭で3匹、しかも40アップ2匹の50アップ1本。この時期のね
あのバックオーダーじゃないです、この時期のゴミ溜りね、ほんまに威力すごいんですよ。でいない時はいないんですけど、もうおったらねこんな感じで連発するんですよね。でこれがもっといい日ならもうずっと声粘ってたら40アップ10本20本釣れます。実際釣ったことあるんでね、それぐらいはもうほんまに考えられへんぐらいバスが入ってくる日というのがあって、そういう日に当たるともうずっと粘ってて、でこうやって定期的にね、もう無水化ってすぐ投げるんじゃなくて、僕こうやって動画で話してますよね。これが多分いいと思うんですよね。あの休まるっていう意味でポイントがね、休まってまたそれで入れてるんで、やっぱペース早く入れてしまうと釣れるっていうのもあるんですけど、こうやってねちょっとのんびりしながら何分かに1回か入れる感じで、それぐらいでやるといいです。多分ね、おそらくまだバスいますね。3匹おったら3匹じゃないと思うんですよ、もうちょっといると思います。だからね、慎重にね、で針先もちゃんとチェックして、1匹釣ったらチェック、これはもうね、あのラバー軸とかスミナベイトとか、こういう1本針の針っていうのはしっかりチェックしておかんと、やっぱりね、舐めてくると刺さらないです。で刺さってもね、あの深く刺さらなくてバラしたりするんで、しっかりそういうのをチェックしてね。で今のところずっと抜き上げてるじゃないですか、だから針がね伸びてないかっていうのもチェックしながら、ちょっとでも外に向いてると針が硬いところに刺さってしまうと伸びてしまうんですよ。なのでしっかりね、内向きというかしっかり元の形状に戻してやらないと、硬いところを貫くときに絶対にね針先っていうのは伸びたりするんで、しっかりチェックして、でも絶対に、もう毎回言うてることですけど、絶対に1匹釣ったら結び替え、危ない1匹釣ったら絶対結び替えっていうのは大事です。これはね、もういつの時期どんな魚でも、ビートでねすごいちっちゃい小バスとかだったらいいんですよ。ただそれがカバー越しで釣れた魚やったら結び替えます。でカバー越しじゃなかったら正直結び替えないです。でもそうやってね、その小バス、こんなちっちゃいバスでも10匹20匹結び替えずに釣ってたら、いきなりでかいの来たらね切られるっていうこともあるんですよね。なのでしっかりねそういうところやる方がいいです。なので、ね、とりあえずもう今多分おそらくこのルアー当たりルアーなんで、引き続きこれでやっていきます。でこの間までね、僕は、ダイワのカバー軸 6g にビビビビバグ 3.2 インチつけてたんですけど、あれじゃなく、なんでこれにしたかっていうのは、もうやっぱり水がクリアなんでね、あのちょっとでもシルエットを小さく、でちょっとでもナチュラルに見せるためにこれにやってます。でシェードなんで、影下って絶対シェードじゃないですか。しかもシェードで結構ね暗いと思うんですよ、中は。なので、まあ、ちょっとね、もうそんなにシルエットがはっきり見えなくてもいいんですよ。シルエットがはっきり見えなくてもいいんで、こう波動でね、ラバーとかこうやって微波動あるじゃないですか、この波動でバスに気づいてもらえるぐらいで、だから別に濃い色とか使わなくてもいいと思います。自分のね信頼してるカラーとか、もう僕はこの水だからこの色じゃなくて、この色好きなんですよ、自分で巻いたこの色が。なのでこの色を使ってます、ずっと。ラバー軸ね、これから多分、まあいろんな季節、こういうソマラバー、自作ソマラバーって出てくると思うんですけど、おそらくね、こういうカラーが多いと思います。もうなんか自分の信頼できるカラーを巻いてるんで、だクリアなフィールドでも濁ったフィールドでも、このカラー別に全然釣れますし、特にね、ほんまにカラーで超過が変わるっていうのはそんなにないと思うんで、ただ、しょっぱなカラー、無難なカラーを選んでます。ちょっとね、挑戦者カラーっていうのは僕あんま使わないんですよ。チャートとかピンクとか。そういうのは釣れるとは思うんですけど、実際使わなくて、自分が信用しきれないんで、そういうカラーは使わないです。で自分が信用しきれるカラーっていうのは、こうやって無難なカラーになるんで、こういう無難なカラーを使ってます。